運転士支援システムとは鉄道においてグローバルポジショニングシステムを活用してブレーキ等の操作が必要な場所で運転士に対して注意喚起を行う装置である。運転士支援システム運転士支援システムこのシステムは GPS 技術を利用して列車の走行位置を特定しその位置情報をもとに 端末装置の画面表示、音声及び発光ダイオードの発光により運転士に対して注意喚起を行うもの。あらかじめ注意喚起の地点を登録した車載端末装置を運転士が携帯し担当する列車の運転台に装着することにより必要な注意喚起を行う。オーバーランや速度超過など運転士の運転操縦ミスを防ぐために近畿日本鉄道が 同社の子会社である近鉄車両エンジニアリングと共同で約3億円を投資して開発を進め2008年3月17日から使用を開始した通称 GPS トレーンナビこのシステムは特許取得済みで同業他社に対しては近鉄車両エンジニアリングが販売導入支援をしており西日本旅客鉄道では同年10月18日から 奈良線の一部の列車と特急、大町、サンダーバードの一部の列車で試験的に導入していたが停車駅、編成量数の錯誤防止に有効であることから2009年度に福知山線及び奈良線への整備を行い2010年3月に奈良線と福知山線に本格的に導入した2010年度以降は導入線区の拡大を検討するとしている なお、JR 西日本では双方向通信機能をつけ、GPS トレーンナビを利用して、運転通告伝送システムを開発し、運転通告検システムが試験導入されている。同社では運転士支援システム一体型のタブレット端末を開発している。その後、近鉄では機器の老朽化や保守部品の確保の問題から、 2016年度から2017年度にかけて車載用端末をタブレット型に更新を実施した。新たにリアルタイムでの配信機能を備えるほか、セクションでの停車防止を図る警報機能、故障、事故発生時に端末のカメラで撮影し運転指令や車両区へ送信する機能、津波発生時の避難地図機能なども備えている。また、日本貨物鉄道では、 これとは違う運転士支援システムを近鉄が運用を開始した1日前の2008年3月16日より運用を開始している JR 貨物では運転支援システムと称しているこのため日本で初めて同システムを採用したのは厳密には JR 貨物であるまた同社のシステム名はプラネーツである JR 貨物では2009年度より 運転支援システムの使用線区を全線に拡大した。以下のものは近鉄、JR 西日本での例を記述する。運転手の仕業、航路や線路情報のデータを作成し、車載端末に挿入する、SD カードにそのデータを書き込みするためのシステム。運転台に取り付ける本体の装置で、端末装置は常時運転士が携帯する。 始業航路の情報が登録された SD カードを装置に挿入し、その仕業航路を読み込む。電源は装置を運転台の取り付けてある金具にセットすることにより自動的に立ち上がるようになっている。端末装置は4.3インチの TFT 液晶画面と注意喚起用 LED が6個備えられている。オペレーティングシステムは マイクロソフト Windows CE6.0 日本語版が使用されている。GPS データ発信装置と地点発信装置に分けられる。以下のものは近鉄、JR 西日本での例を記述する。近鉄と近鉄車両エンジニアリングが開発した運転士支援システムを採用している事業者2011年度中に。 東武鉄道及び戸佐黒潮鉄道でも導入された JR 貨物が開発した運転支援システムを採用している事業者、ありがとうございます。